皆さんこんにちは、菊地亜美です。今日はですね、産後の入院中の生活とこの入院中で変わった私の心境の変化をお話ししたいと思います。まず入院生活なんですけど、私も入院する前に入院中って何するんだろうってすごい思ってたんですね。まあもちろんおっぱいあげたりミルクあげたりおむつ替えたりっていうのはもちろん分かってたんですけど、1日24時間あってどんな感じで進んでいくんだろうっていうの気になってたんですけど、まあ実際に5日間入院してみて、産院によってもちろん違うと思うんですけど、私の場合のお話をしていくと、まずは産後すぐに、まあ、検診というか自分の体に異常がないかっていうのをこう見てもらったりするんですね。で、お股の状態とかも見て、オロっていうねものが出てくるんですけど、オロの状態とか遠因切開した人とか、まあ、遠因が裂けちゃった人とかは縫ってると思うんですけど、その縫ったところの経過とかを結構毎日助産師さんとか先生とかがチェックしに来てくれて、消毒したりとか、あ、大丈夫ですよっていうのを毎日毎日見てくれたりしてました。赤ちゃんも朝になったら検診に行くんですね。で、体に異常がないかとかも全部見てもらって、でその間はちょっと部屋で一人でゆっくりみたいな感じで、赤ちゃんは赤ちゃんで検診に行ってました。シャワーは次の日から OK で、怖いと思うんですよ。お股から生まれたのになんか洗うってすごい怖いなと思って、で私の場合はちょっと避けたところちょっとだけ縫ったので、自分でももちろん見れないし怖いし痛いし、シャワーとかって大丈夫なのかなって思ったんですけど、本当にシャワーの激弱で洗って次の日から入りました。で、あとは沐浴指導があって、結構 YouTube とかで沐浴の仕方見て知ってたんですけど、でもまあ実際に赤ちゃんを入れるのと見るのじゃ全然違うので、自分の子供を入れて沐浴したりとか、あとはおむつとミルクと母乳のやり方とかもいろいろ教えてくれるんですけど、授乳の仕方とかもいろいろ教えてもらったり、あとミルクのあげ方とかも結構丁寧に教えてもらうので、まあ、そういう生活をしたりしてました。で、友達がね、入院中すごい暇だったって言ってて、私もまあ入院って暇だなって思ってたんですけど、あんまり暇って思わなかったですね。だから多分人によるんだと思う。もう早く帰りたいって思う人と、私は結構充実したっていうか、最初は脱力系だったんで寝かせてもらって1日目は、で2日目からゆっくりする時間もあるんですけど、もう暇って思うよりかは休息時間みたいな感じで思ってたので、そんなにもう暇すぎるってことはあんまりなかったですね。だから私も YouTube でやることないと思うので、なんかこのグッズあったらいいと思ったら教えてくださいとかって言ってたんですよ、 YouTube で。でコメント欄にそんな余裕はないと思うなみたいないろいろ書いてたんですけど、本当にその通りで、そんなにマジで暇って思うことはなかった。勉強することが多かったというか、でこれで退院して分かんないってなった方が1ヶ月検診まで聞けなかったりするから、本当にいろいろしつこいなって思うぐらい助産師さんにいろいろ聞いたりしたらいいなって思いましたね。で、私の心境の変化なんですけど、本当にこれはもうマジでね、なんて言うんだろう、心境の変化が本当にすごくて、まず1日目、まあ1日目というか0日目、朝に出産したんですけど、私は本当に産後肺になるタイプだなって自分で思ってたんですよ。お腹にの中にいる赤ちゃんに向かって毎日話しかけたりとか、本当に出産を楽しみにしてたので、絶対に産後肺になるタイプだなって思ってたんです。もうかわいい、どうしよう、かわいい、かわいい、もうやばいってなるって思ってたんですけど、実際は産んだ後はまず痛みのショック、痛いからじゃなくて痛みのショック、なんであんなに痛かったんだっていう陣痛から出産までの動画でも話したんですけど、本当にもう体がもうはぁ、脱力しちゃって、その一日は自分の娘にも何回かこう連れてきてくださいって言ったら連れてきてくれて会えたんですけど、でもとりあえず体休めてねって言ってくださって、生まれたよーとか友達に言うテンションでもなくて、とりあえず今日はゆっくり休もう。よかった。無事に娘を産めてっていうのをもうしっとりしっ
とり思ったっていう感じだったんですよ。でもし私このまますごくおしとやかな性格になるのかなって思ったんですけど、次の日から本当に可愛くて、とりあえず自分のお腹の中にいたっていうので、赤ちゃんが足をちょっと動かしたりするのを見ると、えこの足があの時のコブコっていう胎動だったのかなとか、ミルクとか母乳飲んだ後にしゃっくりをするんですよ。で私妊娠中にお腹の中ですっごいしゃっくりしてたのが分かって、頻繁にあったんですよ。でそれが目の前でしゃっくりしてる自分の娘を見ると泣けてきちゃって、最初生まれた時は感動して涙が止まらないとかなかったんです。無事生まれてきてよかったっていうのが最初だったんですけど、もう次の日からいろいろ感動しちゃって、これ喋ってるだけ泣けてくるの。これが産後メンタルって言うんですかね。一番病室で号泣したことがあって、家で夫と二人でお腹の中の赤ちゃんに向かってオリジナルの曲をね作って歌ってたんですよ。オリジナルじゃないんですけど、ジングルベールジングルベール鈴が鳴るっていう曲があるじゃないですか。その歌を替え歌にして2人でずっと歌ってたんですよ。娘が生まれた後に泣いてて、であやしても泣き止まなかったんですね。その時にその歌を歌ったら泣き止んだんですよ。その瞬間赤ちゃん泣き止んで私号泣みたいな、本当にこれはマッチって嬉しくて、可愛いし嬉しいし愛おしいし、妊娠中のこと思い出すし、顔見るだけ泣けてきちゃって、ちょうどそのタイミングで助産師さんが来たんですよ。すごいいい助産師さんだった、優しい助産師さんだったんですけど、お腹の中で聞いてた声と歌で反応したのかもしれないですねって、嘘か本当か分かんないですけど、でもそうやって言ってくれて、それがもうマジで一番泣けた。だから産んだ日と次の日でマジで別人かのように、産んだ日は超おしとやか女、しっとり系女子だったんですよ。次の日は何に対しても感極まっちゃう徳光さん、羽鳥さん状態になってました。日に日にそういう気持ちがすごい増してきて、授乳した後におむつも変えてお腹いっぱいのはずなのにずっと泣いてたりとかして、どうしようって思うんですけど、それはまだ生まれたばっかりのこの入院中だから、もうやだとかは一切なくて、こんなに泣いてるのにあやしてるのに対応こっちができてなくてごめんねって気持ちになるんですよ。泣き止んだ後そのまま寝ちゃってももう可愛すぎて膝の上に乗せたまま30分とかこうずっと見てたりとか、笑ってないけど笑顔になったりとか、ちょっとこう白目になったりとか、変な顔ブシャーってしたりとかするんですけど、全部が愛おしくてずっと見てましたね。もう日を増すごとに、まあ、今はコロナの影響で面会とかできないので、もう毎日毎時間夫に写真とか動画とか送ってたんですね。今の娘の動画送ってとかすっごい言われたりとか、電話してる時もテレビ電話にして寝ててもいいから写してってすごいねいっちゃんに言われてたので見せてたんですけど、もう本当にメロメロで、2人でもう本当にこの子を一生守っていこうねっていうことを誓って、この子のために頑張ろうね一緒にみたいな感じの会議をねずっとしてました。綺麗事を言いたいわけじゃないし、多分これから毎日毎日子育てするにつれて多分すごい大変になったりとか、逃げ出したい投げ出したいとかもうやだってもしかしたら思うかもしれないし、可愛いだけじゃないのは分かってるけど、綺麗事抜きに入院期間中、生まれてからまだ1週間も経ってないんですけど、もうこの気持ちを忘れたくないなって思いましたね。これが私のリアルな産後5日目の気持ちでした。これからも1ヶ月2ヶ月って本当に赤ちゃんの様子とか家での生活とか変わっていくと思うので、私の YouTube 見てくださってる方は分かると思うんですけど、ありのまますぎてリアルすぎるなって思うかもしれないんですけど、発信していきたいなと思います。ということで、この動画が良かったなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。明日は退院なのでようやくいっちゃんに会えます。いっちゃん寂しいよ。バイバーイ。